売の新曲です。森好みで、のこんの月、応援よろしくお願いします。水沢明美さんで、紅懺悔。水沢明美さんで紅懺悔お送りしました。ゲストコーナーです。今週のお客様は水沢明美さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりですね。この間は冬の真っ最中で、そうですね、あのレインボーさんで公開収録の時にお越しいただいて、はい、ありがとうございます。お世話になりました。覚えてるんで、その時、はい、今絶好調の北の嫁子がリリースされた瞬間、はい、もう本当にもうその日に発売したというね、グッドタイミングでしたね。ありがとうございます。でそれから反響の方は、はい、あの最初はね、やっぱり難しく皆さん思ってたみたいですね。少し民謡調にできていましたので、でもやっぱりだんだんとこう皆さんもミニミニ馴染んできたら、すごくあの素敵な歌だと言ってくださって、今はもう皆さんすごく歌ってくださってます。ものすごくノリがいいと言いましょうか。そうなんですよ。ノリがすごくいいんですね。8ビートのあのノリがすごくよくって、で、まあ詩もね、とてもなんていうんですかね、こう胸にくるようなそんな詩なんですが、はい、曲はとっても明らかんとして、私も明らかんと歌ってるんですけど、楽しくね、結構あれです、歌ってあの歌詞に酔ってしまうよりも、明るめに歌った方がいい感じの、そうなんですね、あの最初詩いただいた時には、結構あの重くなるんじゃないかなと私も思ったんですけど、でも曲が本当に明るくできてるので、リズムに乗って楽しく歌う方があのかえって響くかなと思いますね。なるほど。あのこの演歌ジャックスって番組はですね、奈良テレビさん中心に、ジェイコムさんで関西全域、そして宮崎県の方でもケーブルで流れてるんですけど、水沢さん宮崎のご出身、そうです、そうです、ね、なのであの前回もね、あのいっぱい宣伝しましたので、みんな見てくれてました。嬉しかったです。あんまり番組がねいっぱいないので、本当にあの出てる番組は貴重でね、みんな喜んで楽しみに、今回ももうね早くから宣伝しております。ありがとうございます。僕も手振っといていいですか。宮崎の方ありがとうございます。いつもお世話になってるのよ。はい、お世話してますとか言って。はい、今回で北の嫁子また引き続き、歌っていただいて、ますます上を狙っていただきたいなと思うんですけれども、そうですね、来週もお伺いしますけれども、ポイントをこう今もう練習中って方に、そうですね、この歌はあの愛や無事でな会いたいよっていうのがちょうど真ん中ぐらいにありまして、ここは一番の聞かせどこで、であの会いたいよは特にあのロングトーンで一番高いところで思いっきり声を伸ばさなきゃいけないところなんですね、ここがもう一番の醍醐味になると思います。いかにここをね最後まで押して歌えるか、
真ん中で思いっきりっていうことですね。そうなんですよ。はい。会いたいよって言って、もう本当に会いたい気持ちがもう天まで届くような、はい。それぐらい思いっきり伸ばしていただくと、なるほど。点数がプピピピピピって上がると思います。この北の嫁子は25周年記念曲、はい。そうですね。けれども。はい、ありがとうございます。25周年、こう、どうですか、こう振り返られて。本当ですね。やっぱりね、私、娘が生まれてすぐ、この世界に入りましたので、はい、やっぱ娘の成長がね、娘を見るとやっぱり、あ、そうか、赤ちゃんだった頃の子供がね、ここまで、もう今年26歳になるんです。はい。それで、6月の1日に25周年の、記念のコンサートをですね、はい、伊丹ホールでやる、はい、やったんですけど、うん、で実は娘をね、花嫁衣装着せて、はい、皆さんのおかげでここまでね、大きくなりましたって、花嫁行列というのをしたんですよ。そう、ちょうど民謡のコーナーを設けて、民謡を歌いながら、長持ちでこう、お客様のところから出てきて、はい、舞台に上がっていくっていうね、そういう企画をしたんですけど、まあ皆さんね、喜んでいただけて本当に幸せでした。本当に幸せな25周年のね、コンサートでした。先週に、真ん中部分の、このアイヤーのところが、一番こう、ちょっとこう、高く、はい、そうですね。はい。張って歌っていただくといいですよっていう、こう、いただいたんですけど、はい、アドバイスを。ちょっと今、その節をこう、やっていただくっていうのは。あ、そうですね。ちょうどね、民謡っぽいところなんですよね。はい、アイヤー、無事でな、会いたい。もう本当に気持ちよく歌えるんですよ。歌ったなーっていう気持ちになると思います。気持ちよさそうに歌ってる、ね。そうですね。私とコバさんももっぱら聞く担当ですけど、はい、気持ちいいですね。本当にね、気持ちいいんですよ。歌うともっと気持ちいいから。はい。でもカラオケ実力派の方々はもうかなりもう練習して挑戦してらっしゃる曲ですから、はい、ね、この部分ですよね、特に。はい、特にね、ここがね、一番の聞かせどこだと思うんですね。はい。しますね、テレビをご覧の皆様方も北の嫁子の実力をこの真ん中部分特に注目して磨き上げていただきたいと思います。ぜひぜひ、はい、参考に。今後ますますのご活躍期待しております。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。水沢明美さんの北の嫁子をじっくりお聞きいただきながらお別れしたいと思います。遠く海なり聞く夜は恋しい人を思い出す。早く帰ってその胸を凍えた体温めて。水沢明美さん北の嫁子。